スダジーのハシーは、ブナカ、クリアカシー族の樹木の総称である。シー族は主にアジアに約100種類が分布。日本はこの族の分布北限となり2種が自生する。他に、日本では、シー族に、近縁のマテバシー族のマテバシーもこの名で呼ばれている。ブナカに属し、果実はいわゆるドングリに含まれるが、食用に適しているため、個別に、シーの実と、属称される。 すべてが、常緑の高木であり、死ゆ同種。葉は二列配列で、基部は、いびつ型で、正常毛、または、輪片があり、多くの種に巨子がある。花は、死ゆ別果樹で、尾花は、脇生のお嬢果樹で、目花は、脇生の水上果樹で果樹の軸に一個ずつ、または三個ないし七個ずつつく。果中は、根棒状で一本にあるいは三本。 大化したおしべが10から12個ある。県下は、翌年に熟し、一つの枝に数個が並ぶ。角とにすべてあるいは中央部以下を包み込まれている。下種類の多くが風梅毛で、花びら等を持たないのと同じ構造であるが、C の尾花は枝先に密接し全体が黄色に明るく、色づく、中梅毛で、近縁の栗属の大花に似た、生臭い香りが強く昆虫がよく集まる。 多くの種の果実は、三つの喧嘩が、栗属のように伊賀の密生した、角とに包まれる。インドグリは、角とを含め栗そのもののような果実をつけ、葉も、常緑ではあるものの落葉樹的な形質を持っている。他にも海外産のシー属には、このような種が多く存在する。このことから、シー属は、栗に似た歌詞という意味から栗菓子属の別名がある、属の学名である。 キャステナプシスもクリに似たものという意味である。また、北米に2種あるトゲガシ属クリスレピスは、かつてシ族属であったが、以下のある角度が最初から割れていること、中身の複数の喧嘩が一つずつ角度編で、仕切られている点から現在は別属とされる。日本のシ族属には以下の2種が分布している。両者は共通点が多く、また交雑により区別が困難な場合や、 中間と思われるものもある。両種とも団体の平地における普通種で、琉球列島、九州から本州にかけての商用樹林の代表的、構成種で、商用樹林で多く見られる。また都市部でも神社などによく残っている。また、大きいものは25メートルにも達する大木となる。大木では樹幹が丸く傘状になる。葉は同じ、ブナカの常緑樹であるか種類と比べ小さめで、 つやのある深緑、やや卵型で先端が伸びた、A 線と前縁あるいは弱い胸脂がある。また葉の裏は金色がかって見える。果実は完全に角度に包まれて熟し、それが裂けて外に出る。果実はいわゆるどんぐりであるが、やや小型で色が黒く、お尻の白い部分との境の段差が、ややはっきりしない。殻を割れると中の種子は白く、 生で食べるとやや甘みがある。両種の果実は、トウガが扁平でガリンが2列に配列し、核との表面には、イボ状の突起がある。この点は海外に産する、シー属の多くの種と異なっており、特殊な形態である、かつて、日本産のシー類及び金字種を、シー属シーア、その他、海外産の多くのシー類を栗がシ属キャステナプシス、として分離させることもあった。 企業祭の縁日果実の新の実は縄文時代には重要な食料であったと言われている。近年では子供のおやつに用いられた。現在でも博多の法上会や八幡の企業祭といったお祭りでは行った新の実が夜店で売られている。生でも食べられるが軽く行って食べることが多い。紙袋に入れて電子レンジで加熱するのも良い。食べるにあたってはまず水で洗い。 浮いてきた虫食いの実を捨ててから用いる。材は、建材のほ他、椎茸栽培用のホダギとして用いられる。団体においては、身近な里山の樹木として、現在まで親しまれている。商用樹林の重要な構成種であるが、伐採などにも強く、人間による軽微な格乱があると、C の順林に近いものが生じやすい。格乱がなく放置されれば、タブノキなどの樹木が侵入して、 より複雑な森林になるものと考えられる。万葉習慣人に,に反逆罪で捕らえられた、有馬の巫女が御送中に読んだ、家にあれば、毛に盛る飯を、草枕旅にしあれば、シーの葉に盛るという歌が収録されている。ただしシーの葉は飯を盛るにはあまりに小さすぎるため、スダジーか、マテバシーではないかとの説もある。ありがとうございます。